どうも、あやかとひろでキムチャンズです。どうもどうも、どうも、はい、今日は服緑でね揃えました。ちょっと色味ちゃうで、うん、なんか違う種類のカッパみたいなということでまさかのそれ見んのっていうやつ選びました。おお、なるほど。でもどうしても好きすぎて、あ、そう、どうしてもこの気持ちを分かち合いたくて。いや、これ皆さんね、これ意外なんですよ、彩香さんがこんなにおすすめしてくるなんて曲を。ドンピシャもんだって。これほんま珍しいことやから。いやー、ほんまに、うん、なんかリアクション動画っぽいなって思われるかもしれんけど、いや、あんまないから。このカメラ 回ってないところで言ってくるってよっぽどやからほんまに。何それ、普段嘘ついてるみたいやんか。カメラ回ってへんとこで言ってくるのはね、うるさかったもんな。うん、うるさかった。あの、でもね、僕も頑固やからね、うん、すぐは聞かへんかって。そうやね、あのな優しい顔して意地悪なとこがあってな、うん、結構ソフトエースって呼んでて、私は彼のことを。優しいねんけど意地悪やね。M ってはないからね、全然ないねん、ありそうでない、ね、全然ない。なんなら私の方がちょっと、なんていうの、こんな強そうやけど実はちゃうねん。まあ人ってそうよね。僕のエースですよ、うん、人ってそうやと思う。何、うん、ね、うん、だから意地悪いからすぐ聞いてくれへんかってんけど、うん、聞くってなったら超ちゃんと聞いてくれて、実は初見ではないですね。そう、僕やっぱ誠実なんで、いや、ちゃんと聞きたくならないと聞きたく、なんていうの、適当に聞きたくないんやろ。そうなの、うん、聞くんやったらちゃんと準備して、うん、ちゃんとイヤホンで聞きたいんですよ、うん、はい。なんか一回一緒に聞いてんな。聞きました、うん、でもあの、今日見るこのビビーメタルのモノクロームのオフィシャルリリックビデオは初めてやね。そうです。うん、この映像はなかなか来るけど、心の準備大丈夫？え、どんなん？ちょっと重めっていうか、あ、まあ、そう、あとでも重いって言っても、あの、想像力をかきたてられるような世界観なので、うんうんうん、そのずしんとくるとかではなくて、いろんなことを考えさせられる動画かなって。まあ、モノクロームっていうぐらいからね、タイトルがね、白黒とか そっち系でしょ。モノクロ、モノクロの元じゃない、多分。そういうことよね。うん、なんかまあちょっといろいろありますけど、でも私個人的になんで感動したかっていうと、曲がいいっていうのもあるんだけど、うん、映像と曲のリズムっていうか展開がめっちゃ合ってんねやんか。なるほど、うん、いきますか。いきますか。はい、いきましょう。まずは通しましょう。いきますか。はい、はい、せーの、ポチ。急に始まるのもいいよね。前ね、かっこいいだ。かっこいいね。あ、キン。かっこいいやろ。これかっこいい。ここかっこいい。うん。わかる。残る。うん。これはあかんわ。英語の字幕っていうのもいいね。うん。あー、かっこいい。ブレイク多いね、この曲、うん、それが好きなんかもしらん。決めと新コペーションも多いね。あ、それかな、うん、せや、新コペーションめっちゃ好きやから。
やーこれは何やろ、なんか芸術的やねんな。うん、ちょんとん、なるほど、もうあかんわ、ねえ、まあ、私2回目やからな、 あんまり語ると同じこと言っちゃうからあんま語られへんけど、1個だけさっき言っていい？言って、さっきヒロ君と見てやっぱこうかなと思ったのがあって、うん、自分がこの曲好きあの曲好きって思う時あるじゃない、感覚でね、うん、まずで、その時は感覚で好きって思ってんねんけど、うん、やっぱり今ヒロ君が言ったのを聞くと好きには理由があるなって思いました。なるほど、うん、ちゃんと理由があって好きなんやなっていうのが今日の感想ですね。へ、だから知識が多分あればあるほどたくさんの音楽を聴いてきた人ほどその理由深掘りできるから、なるほど、ちょっと理論的に音楽が聴ける一つの要因なんかなと思って、なるほど、うん、別にそれが言い悪いとかじゃなくて、まあ、種類の問題、まあこう専門的なこと言うと、うん、まあいいっていうポイントをいくつか作るんですよ単純に ね、まあ、ね、あのこれはちょっとなんていうのビジネス音楽としての技かな、うん、だからそうそう、あの要はシンコペーション一つとっても、うん、そのやっぱそのシンコペーションする場所が大事っていうのもあるし、うん、あとはそうかな、なんかこうなんていうの、うん、ブレイクとか、ブレイク今回多いね、まあ、決めもそうですけど、うん、うん、ハッと思わせるっていうか、そう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 、キャッチーな部分をベビーメタは結構リズムで掴んでる、うん、リズムで持ってくるから、私リズム遊びが好きなので、うん、あの分かりやすいキャッチーなリズムで来られると、しかもそれが演奏が上手いとなると、うん、音もいいってなると、それはまあわしづかみにされるやろうなっていう印象かな、うん、そうですよね、バラードが好きっていうのももちろんあるんですけど、なんかダラーとしたバラードあんま実は好きじゃなくて、ほんまにバラード好きな人って多分リズムがなくても弾き語りとかすごい聞くと思うんですけど、うん、実は弾き語りはそんなに私好きじゃないから、うん、パワーバラードとかパワーメタルとかが好きな理由は、うん、リズムがすっごくセンスがあって、なおかつメロディーがメロディアスやから好きなんやと思うんだけど、うん、それがまさにモノクロームかなって感じ。あとはやっぱ一番この曲でポイントやと思ったのは、うん、やっぱスーちゃんのうん、ボーカルの表現かな、ね、もちろんやっぱり、うん、やっぱりスーちゃんじゃないとこの世界観は多分出されへんと思うし、そういくら名曲であっても歌い手選ぶやんか、やっぱり曲って、うん、もちろんそうそうそう、だからそれを感じたかな、やっぱり一番は、やな、うん、私も初見の時やっぱそこが一番、うんうん、いい曲なんですけど、うん、やっぱ歌い手選ぶんじゃないかなと思いましたね、こういう曲選ぶよな、うんうん、てかパワーバラード系ってめっちゃボーカルありきじゃない？やっぱ一番さ、ドラムのその激しいドラムとかギターサウンドとかまあいろいろ合うんですけど、一番入ってくるのはやっぱりボーカルの声やんか。まあ歌物やから、ね。そうそうそう、どうしても。うんうん、だからね、すごく重要なんじゃないかなと思いました。そこがやっぱり、うん。やっぱそうか。ええ。やっぱそうやんな。ええ。どんだけ楽器が弾けて、うん、いろんな音楽が聴けても、やっぱボーカルが入ってくるよな。うん。うん、これは僕音楽作る人でもあるんですけど、うん、やっぱりそこが一番大事だと思ってるんで、うんうん、そうやな、うん、あとはね何気にって言ったらあれですけど、うん、やっぱイントロ部分、かっこいい、イントロのギターとかやっぱすごくなんていうの、
オーソドックスなことしてるんですけど、うん、結構やっぱ残るっていうか、うん、今後もずっと残っていくようなメロディセンスというか、うんうん、ことしてるんじゃないかなと思いますね。お前かっこいいな、うん、やっぱ残るし単純にお前かっこいい、うん、なそんなにこう技法で言ったら難しいことしてないねんけど、うん、メロディーがめっちゃ残るっていうのがてかメロディー残るっていうよりは残そうとしたメロディーを使ってるんだと思うんですけど、うんうんうん、人の耳もそれがかっこよすぎてこの曲そうそうその使う音リズム、うん、うん弾き方、うん、全部いろいろ相まってっていうかね、うんうん、センスしかないそう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 何の音楽聴いてきたらこれ弾けんのそこが素晴らしいですねほんまに、まあ、好みもあって語ってるのは正直分かってはいるんですけど、うん、パワー系っつってもいっぱいあるから、うんうん、あとはこの曲をやっぱ演奏することのやっぱリズム隊のうんすごいね単純にやっぱ上手いですよね、うん、かなりかっこいいからねやっぱリズム隊もまあ真似しようとしても無理でも一個お願いがあんねんけど何ですかめっちゃ嫌がりそうなこと言っていい？なんか嫌やな嫌がりしてきたじゃあじゃあね耳塞いでこもこれは私のね願望もあるけどコメントでもいただいて耳塞いだからもう聞こえ塞いだで、ね、耳もなあ言っていい？どうぞ私の願望もあるけどあのコメントでもちらほらあるから言っていい？あどうぞ彩香さんのベビメタの歌が聴きたい。へでそれ言われていやあのな第一声で思ったのはやりたいけどポカーンってした今そうそうやりたいけど、うんうん、まあ歌もそうやし歌も絶対にもうその同じように歌われるのは当たり前なんですけどそもそも演奏が無理じゃねっていうあの、難しすぎるし私らの音楽環境って DTM オンリーやからねえいやあのうん歌も無理やでちょっと違う感じには なっちゃうと思いますけどまあだから別バージョンやうん、うん、キムチャンズバージョンのモノクロームやったらかっこよくなるかは置いといて私ららしくはなると思うねんやまあそれは事実やとしてあると思う、うんまあ、ただやるからには同じことはもちろんできないし、まあ、そう意味ないし自分たちのモットーとしては、うん、これはこれでいいなってって思ってもらえればいいけどね、まあ、いいんですけどその自信がないわ今正直、うん、難しいね、うん、なんか上手いだけじゃない凄みもあるやんこの方々たちってそれをカバーするだなんてっていうのはあるよねなんかすごい完成度がもう高いやんか一曲一曲、うん、これしかないって感じそう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 すごいもうね、うん、機密やし難しい部分ではあるよねそうそうだからそのコメント見てめっちゃ嬉しいけど、うんうんそんなことできるかなっていう感じもあるね今うん、うん、正直まあいつかはやると思いますようん、うんうん、いやそうそういつかね、うんうん、なんか落ち着いた頃にもうちょっといろんなね曲聴かせていただいた上でレベルアップさせていただいてってこと、うん、あーなるほどねやりたいかなと思いますけど、うん、いいですねへえ前向き思ったより、うん、絶対嫌って言うかと思った環境のせいにするわけじゃないけど現実的にその問題もあるし、うん、演奏も上手すぎるしあのそう知らんすぎるんですよはっきり言ってまだあの、ね、そのなんていうの、うん、ベビーメタルのことはね、うん、知らんうちにやりたくないと、うん、そうそうそうなるほど上辺だけのあれになるのが嫌なんですはあロッカーやねこう見て結構ロッカーなんでねそうそういやめっちゃ頑固やからな、この人そうかそうなんですよいや思ったより絶対やらへんと思ってたやるからにはねちゃんと聞きたいちゃんと聞きたいって感じ、うん、もうちょっとそんなこと言ったらでもハードル上げてんね自分で何いやでもそれぐらい自分でやりたいって思えるぐらいの曲はほんまによっぽど好きやからそうですね、うん、そのうちの一つですねなるほどなるほど、うん、確かに感動した、うんうん、しかもなこれなカバー動画とかね歌ってみた動画とか、まあ、そこまでいかんにしても自分で演奏したことある方とかやったら分かると思うんですけど、うん、ただ見るだけより自分でいざ歌ったり踊ったりちゃうわ歌ったり演奏したらより好きなんだよあもうそれはもう完全にボーイズのあれで思い切ったね、うん、ほんまに、うん、やっぱ人事として見てるから見てる時は、うん、あ歌やねんけどいざやると自分の中に落とし込むっていう作業が入るからムズみたいなそう、ねうん、ムズとかあもしかしてここのフレーズってこういうこと言いたくて歌ってんのかなとかさ、うんうんうん、いろいろ感じるのよなんかぜひね別に上手い下手とか関係なく自分で弾いてみてほしい歌ってみてほしいなるほどカラオケでもいいから歌ってみてほしいなんか感じること変わるから
絶対変わる。カラオケでも10回歌うと絶対価値観変わると思うで、うん、その曲へ対する。僕もだから興味ない曲とかね、ほんまにはっきり言って、うん、たまにあるんですけど、やっぱその、うん、まあ、好みやからの、オケ作りとしてはね、うん、あるんですけど、やっぱり作り終わった頃には若干好きになってるんですよ。なってるなってる。そうそうそう、すごいよねあれ、うん、すごい愛着が湧く、うんうんうん、まあそれは作品作りのあるあるもあるけど、そう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 、でもやっぱ曲へのリスペクトがあるからそう思うんちゃうかな。やっぱすごいなとかさ、あ、こここういう風なことしてるからなんていうのグッとくるんやなとかね。そうそう、だからこの曲のこと全然知らんかったんやな自分みたいな。はいはいはい、そう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 、いやそれはもう、それはあります、ね、ベビーメタルは特に生バンドが余計ありそうやね。うん、難しいポイントがいっぱいあると思うけど、じゃあもう一回見ていきましょうか。ああ、なるほど。もうグッドポイントがありすぎるからこの曲。なるほど。わかりやすいのよね、いい意味で、ね。もう2回目は止めていく。いいよ、止めても OK にしてね私の中で。1回目はやっぱ止めるのはないやろって思うから。なるほど。うん、2回目にしようかなと思って止めていいのは。OK。じゃあ行きますか。行きましょうか。じゃあ行きますよ。はい。せーの、ポチ。てかもうこの時点で持ってかれんねんけど、そうなの、この音数の少なさでも来るで。え、やっぱブレイクだらけやな。でででで、の前に止まるんです。一瞬時が止まるみたいな。そうそう、でキュイーンってなって、うん、いやこれ私の今から持論なので、うん、前回言ってないねんけど、言わへんかったのは明らか持論やから、答えがわからんこと今から言うから、うん、あれですけど、この曲のテーマっていろんな考察があると思うんですけど、うん、まあ一ついろんなものの見方ができるようにミュージシャンっていうのは曲を作るので、うん、1個のテーマだけじゃなかったりするんですよ、うん、なんでかって言ったらいろんな見方で見てほしいからね、うん、それぞれの感性で見てほしいからっていうのもあるけど、まあ1個、これは私の考察で、いろんな考察があるうちの一つの側面を挙げるとしたら、まあ、これがもし戦争とかの曲なのであれば、私はこのブレイクは人の心情を表してるっていうのもあるけど、うーん、なんて言ったらいいかな、やっぱりその爆弾とかが落ちてきた時とかの空気が止まる感覚ってあるじゃないですか。あ、なるほどね。私爆弾は経験したことないけど、うんうんうん、ドラマとか映画とか見てて一瞬時が止まってから爆発するやん、遅れて、うん、それをブレイクで表現してんのかなってちょっと思っちゃって。深いね、深いこと言ってるわそれ、うん、なんか音と映像を見たらそうにしか見えなくなってて、自分もちょっと感じたんですよそれ、うん、なんか息してるような感じ、うん、だから息が止まった感じ、あって、うん、それを表現してるのかなと思って。そう、そうそうそう、でその後に、うん、まあ来るっていう、うん、なんか今喋ってても悲しくなってきたけど、でもなんかそういうのもちょっとあるかなとは思いました、うんうん、だからこの動画見てて、うん、その画面すごく素敵なんですけど、はい、要は主役は自分な感じ、自分がこの景色を見てるようなそうですねイメージ、ね、女の子が見てるかもしれない、ね、そうそうそう、自分が女の子の目線で見てるような景色とも感じたんですよ、うん、わかりますよ。そう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 、それもあるよね。なるほどね、うん、いますか。はい、これさ、うん、黒い傘、傘、黒い傘、うん、まあ、黒か分からんけどね、降ってきてるやんか、うんうんうん、あれってこれほんまにあれですけど爆弾なのかなと思ったんですけど僕、まあ、そう思った人多いんじゃないかな、うん、簡単に言っちゃえば昔あのフィルムとかでさ、昔のフィルム、うん、なんかああいうシーンよく出てくるやんか、うん、見たね、そうそうそう、ね、なんかそれすらも感じさせるような、うん、イントロかなと思うんですけど、うん、うん、これはもう個人的にあれですけど、まあ、そういう風に見えるように作ってるとは思いましたかね、私も、うん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 、あんまりそういうの触れたくないから触れなかったんですけど、でもやっぱ見れば見るほどそういう風には見えるよねと思いますね、うんうんうん、はい、ますね。ストップ。この
うん、今の話の流れで言っちゃうとさ、この光はもう本当にそう見えてしまうけど、ただ歌詞が、いやこの曲すごいのはさ、その暗い部分と明るい部分がこうずっと並行して存在してると思ってて、うん、まあそう見えるけど、でも希望の光にも見えるね、歌詞がそういう歌詞で、うん、すごない？わからん、そう感じてんけど私今なんかずっと暗い雰囲気なのかと思いきや、ずっと明るさが絶対あるっていうか、うん、自分が感じたのはそのまあ現実的に生きてる女の子の目線も感じるし、うん、亡くなった方の要は目線も感じるかなって、ずっとなんかこう見ていたかったみたいな、うん、なんかそういう歌詞なんか、そうそうそう、だからそういうのも感じたんですよ。なるほど、だから見る人によって変わるのかなって。いやし、そういう風に作ってる確実に、じゃあもう今の聞いて思ったけど、うん、コメント欄でもあったんですけど、なるほどなるほど、だから例えばすーちゃん自身の目線でもあるけど、現代の女の子の目線でもあるけど、うん、やっぱりその現代でも戦争はあるわけじゃないですか、うん、だから現代のこの目線と、うん、あとはやっぱ日本はそういう経験をしてるから、その時代の方々の経験と、ね、亡くなっている方もいらっしゃると思うんで、二重でっていう感じかな、うん、世代を超えた表現かも、ね、深いな。いきますか、はい、ここきついな、結構このサビの前のこの感じ、なんかすごいいろいろ感じるんですよ、うん、感情、うん、もうちょっと私今外がねすごい大雨っていうのもあんねんけどね、うん、ちょっとシュンってなってきちゃった。なるほど、うん、もう語られへん、ごめん。そっか、うん、もうここで終了。そう、何今度次回ってことだね。じゃあこっから、え、またこの思い知らんかんの。次回はこっからじゃ、ちょっと面白くなったから大丈夫、いける、あなたのおかげで。いきますか、なんとか生きていけそうです。いきますか、はい、はい、いきますよ、はい、ほら、なんかブレイク決めと、あ、ごめん、うん、今のとかもあのもの決めと、うん、今の明るくなる部分と、もうちょうどタイミング一緒ですけど、そういうのはやっぱ分かりやすいんだけど、やられちゃう人多いんちゃうかな。うん、いろんな想像しやすいっていうのもあるし、だってこの歌詞よ、歌詞、モノクロの花火ってさ、そうやな、これいろいろ妄想できるやん、妄想、想像、想像、いろいろ想像できるやんか、うん、だからきついな、うん、うん、ほんまにきついわ。まあ人それぞれでしょうけど、その感じ方は、ね、まあね、そう思ってる私だけかもしれないけど、うん、そう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 、そうやな、ね、まあ、だからさっきひろこさんが言ったように、私たちはさ、あのモノクロームの花火って言われるとさ、もうあくまでも私たちの概念かもしれんけど、うん、学校で教科書とか動画でビデオとかで見せてもらった歴史の時間とかに、うん、白黒の爆弾が落ちてくる映像をやっぱ思い浮かべると思うんですよね、うん、学校で習ったっていうものを。だって現実的にないわけじゃないですか、モノクロの花火って、うん、花火って大体キラキラして、うん、色は絶対あるもん、ね、カラフルで、うん、って感じでしょ、うん、現実的には、うん、でもモノクロって言ってる時点で、うん、もう過去のこととか映像の中の話を見てるのかなって、回想に感じるよね。そうそうそう、まあ、もちろんその当時いた方がモノクロに感じるぐらいまで、うん、っていう心情かもしれないし、うん、まあいろいろあると思うけど、もうそれこそね、もうすごく光りすぎて、うん、色がもうないような世界っていうのもあるかもしれないですけど、まあ、その戦い争いに限らずさ、うん、あまりにも自分の心がしんどい時って、世界がモノクロに見える時って私あんねんけど、それもあるね、そういうのも表してるとは思いますけどね。いきますか、はい、いいね、前向きなんが、 あのあとこれは音楽的なことなんですけど、うん、いいよねこれ、うん、結構なんていうの、こう、これここは今風なんですよ、すごく、うん、確かに今風なこうエモい感じ、うん、
だからすごいうまいこと作ってるなってほんまに思うんですよ。うん、うん、確かにそう、うん、いきますか。はい、あうん、火入れてるね。火やんな、やっぱ、うん、火と水と、うん、これもだからストップ。火にも見えるし、うん、雨っていうか水にも見えるし、うん、両方に見えるように作られてるから、まあ考察はさておき、そういう風にいろんな風に見えるように作るこの MV 作った方素晴らしいと思いますけど、うん、確実にこれって分からんようにしてるところ。うん、ちょっとすごいと思う。なんか花火の雨のようにも感じるし、うん、ね、火花ね、火花とか、うん、やっぱすごいな。いきますか。はい、リズム変わったね。そうなのよ、うん、ちょっと難しいのよここ。アクセントが変わったかな。変わったかな、うん、ストップ。まあその2番でアクセントが変わる、メロディーが変わる、うん、リズムが変わるってよく J-POP でもありますけど、うん、まあそういう手法っていうのが一番は大きいと思いますけど、飽きないように同じメロディーを歌うっていうのは、まあ、それが一番大きいとは思うけど、私なりの考察はあえてリズムを複雑にして、こう複雑な心情を表してるのかなと思って。なるほど、うん、ねえ、リズム変化って結構やる曲楽曲多いと思うんですけど、うん、それ果たしてやる意味あんのかなって あるじゃないですか。あるあるある。そうそうそう、でもこれはあるよ、これは意味があるね、うんうん、この曲の何がすごいってさ、うん、無駄が一切ないの。ないな。そうそうそう、歌詞と合ってんねんな。そうなの、うん、めっちゃ枯れてるね、木がね、うん、でもこれだけ残ってるよ、うん、ここ止める。うん、これも象徴的かな。そうやね、この映像はこれなんかでも自分が思ってる以上に意味ありそう、この木、うん、なんか分かってないだけでこの木のモデルがあったりするんかな、それか、うん、なるほど、なんか分からんけど、うん、深そうじゃないこのシーン、うん、すごいスポットライト当たってるから長いし、尺も周り何もないからね、うん、焼け野ヶ原だけど、うん、これだけ残ってるっていうのもなんか象徴してることがありそう。逆に今自分が見たのはなんかこう光っていうか、うん、逆に上に上がっている感じがするね。うん、してだから、うん、それも意味あるのかなと思いますね。うまいね。ちょっとここは難しいというか幻想的やね。うまいね。上がってってる感じ。逆に上がっていってるの、うん、落ちたものが多分。うん、なるほど。あ、だから。うん、魂とかかもしれないね、自分からしたら。なるほどね。なんか空へ向かってったみたいな。そう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 、やっぱあんだけ焼け野ヶ原になっちゃったらさ、うん、まあそうね、空に行くっていうのが、うん、もう一つかなって思いますけど。確かに確かに、うん、これ街よね、うん、ビルよね、ボロボロやね、でも、うん、うん、はい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 、これさ、まあこう見るとどうしてもそういう争い系かなって思っちゃうけど、うんうんうん、これさ、これは自分が思ってることを反映しちゃってるっていう考察やと思うけど、こっちに関しては、まあね、言うと都会、まあでもそうやな、木もボロボロやったから何とも言われへんけど、うん、なんかこう精神性も表してる気がする。心の内側かもしれないね、うん、もしかしたら現代の、うんうん、なんかそれでいいのって言われてるような、この純粋無垢な声で若い方が、歌い方がね、これまたねすごくこうそうなのね、うん、何とも言えない、何もしてないねんな、変なことっていうか、うん、歌い方というかね、できるやろうけど、なんかいろんな
ビルは建ってるし、うん、すごい高層ビルいっぱい建ってるけど、なんか忘れてへんみたいな、なんかあなた自分の精神ちゃんとあるみたいな、ちゃんと取り戻そうみたいなメッセージにも見えるかな。なるほどね、うん、いきますか、はい、うん、笑ってやで、だってサビの最後、はいはいはい私作詞もするんですけど、うん、もし自分やったら笑ってって入れたんでしょう。それが一番言いたいことかも。なるほどね、今の人たちに、うんうん、あの一番言いたいことは大体サビの最後とか頭に入れるので、私は恥ずかしいけど。なるほど。あと C メロとか、うん、それを意図して歌詞をそこに入れてるはずやから、暗く見えるけど MV 自体は、でも言いたいのはそれなんかなと思って、うん、なるほどね、うん、いきますか、はい、うん、これね、お最後は最後は希望やね、はい、止めました。こりゃあかん。これはだから一人で見ると自分の経験とか普段思ってることを反映させちゃいがちやけど、ヒロさんと見ると、ああそうか、そういう視点もあるのかと思うから面白かったですね。ヒロさん結構いろいろ言うからね、うん、僕も歌詞書いたりするんですけど、うんうん、私よりよりロマンティックな歌詞を書く人ですけど、うん、基本恋バナ系が多いからね、はい、いや、うん、まあこれはだから私たちの感想を、は私たちの考察でしかないけど、まあそれを踏まえて皆さんの考察を混ぜていくと、どん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 ふくよかな曲になっていくんじゃない？これは聞いてみたいですね。うん、面白い、うん、面白いって言ったらあれけど、重いから。名言言っていいですか？うん、僕がいつも思ってることは、うん、やっぱり感じたものが全てだと思うんですよ。出た。感じたものが全て。そう。あの、そうなのよ。そう。もう変な話、ね、ご本人がこういうこと言ってましたよとか、よくね、おっしゃることはいらっしゃるんですけど、うん、それ果たしてほんまのこと言ってるかなって僕は思ってたんですよ。いや、やし、そうそうそう、曲作る上で考えてほしくて提示したくて曲作ってる人もいっぱいおるから、そう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 、本人の答えを聞くっていうよりは、うん、その曲聴いてみて自分で考えてねっていうのでアーティストって出してると思う、ね、そうですね。だからいろんな考えがあって、それが正解、いいはずなんですよ、うん、そう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 、なんか絶対こうはないから、本当の答えはご本人たちにしか分からへんって、うん、どう感じたかですよ、だから、うん、ね、ご本人がね、うん、そうなのよね。だからどう感じたかって考えることが大事っていうか、音楽っていうのはすごい頭使うと思いますよ。音楽って本来は感じるだけじゃない、考えるところまで行くと。いや、これも作ってる人たちはね、ほんまにいろんなこと考えて作ってるわけですよ、うん、私らの規模感でそう思うわけやから、そう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 、これだけ言われてたら多分もっと考えてるはず。そう、うん、この音でいいのかとか、ほんまにそれこそ一個一個の音はこれでいいのかとか、うん、ほんまに一個一個で考えてると思うんですけどね、うん、ほんまにフレーズごとに考えてる、ね、そう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 、うん、だからすごく細かいこと言ってるんですけどね、うん、ほんまに、うん、いい曲にはそれなりの理由があるって話ですね。ええー、うん、あとはいい曲っていうのもあるし、まあ、売れてる曲っていうのもあるけど、まあ、それだけじゃない、心を震わす曲もそれだけの労力がかかってる。そうですね、のうちの一つちゃおうかなと思うんだけどな、うん、全部すっごい本気っていうのは伝わるけど、こういうかちょっとなんていうのかな、いろんな想像もできて、なおかつやっぱりこの争いを彷彿させるような映像にはなってるから、争いを想像するようなやっぱ映像は入ってるのは入ってるかなと思うから、うん、そういうの作るとき特に慎重に作られてると思うから、これは、うん、多くを語りたくないなと思ったけど、ちょっと今日はヒロさんの話を聞いていろいろ膨らみました。なるほど、うん、考察動画になったかな今日は、私たちなりのやけど、難しい本当に、まあ、勝手なこと言ってましたけど、うん、ね、勝手なこと言ってるだけ、ほんまにこれはほんまにみんなそれぞれちゃうと思うけど、まあ一部はあるかなぐらいかな、まあ、自分たちはそう思ったかなってぐらいの、うん、そう、それでいいと思うんだよね、音楽の聴き方はそれでいいと思いますけど、いやー、まあ
でもいろいろ言ったけど結局歌う人が大事かも、こういう曲は。いやそうやと思いますよ僕もほんまにそれは、でも歌われへん曲っていうか、うん、よっぽど普段こういうこと考えてないと、うん、うん、スーちゃんのあの歌い方やから、うん、ってことよね結局まっすぐのね、うん、そう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 、ちょっとなかなか難しいよ、うん、難しい、あんだけ声量あっていろいろできた上でのまっすぐは難しいよほんまに。どうしてもなんかやりたくなるっていうか、うん、メロディーラインによってはフェイクしたくなるっていうか、特にねそのレコーディングなんてさ別にアツとかそんな感じひんわけやから、うん、好きなように歌えるはずなんですよ、うん、ほんまやったら、うん、もうちょっとやろうと思ったら本当はできると思うんですよ、もうあえてねやらないっていう選択肢を取るとこがシンガーやなと思います、うん、そう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 、やっぱ曲の世界観を大切にしたんかなって、うん、そう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 、うん、いやちょっともう前は好みっつってテンション上がってたんですよ、前のリアクションでは。今日はちょっと考察しちゃったら上にピョンってなっちゃった。ねえ2人でやるとたまにやっぱ音楽モードになっちゃうから、うん、深刻ちゃうまでだ、真剣に見ちゃった、うん、うん、作り手の意図まで考えちゃったかな今回は。やっぱ音楽ね聴いてたらやっぱりそういうのもやっぱり感じるからいろいろ、うん、そうね、だからそれは前にも話したんですけど他の動画で、うん、あんまりたくさんは聴かれへんのよ1日に、うん、聴けて1曲2曲なのよ、だからリアクションも結構大変で、実は1日に1曲2曲ぐらいが結構もうハード限度、そうそう、だから情報量がすごい多いじゃないですか、うん、1曲に、うん、ね1曲の中で、うん、そうなのよ、フル回転ですよ頭ほんまにほんまに、うん、まあでも作ってる方はそれの100倍ぐらいフル回転して作ってるから、まあ、それをキャッチしちゃうって感じかな、うんうん、いやまあでもほんまにおすすめやし、そのメッセージ性もおすすめやし、歌い方もある意味斬新というか、うん、この曲に対しての歌い方は斬新やし、まっすぐ歌うっていう、なんかいろんな意味 でギターの音もめっちゃ好みやと思ったから、そうですね、で、まあ、パワーメタル系ヒロコも好きやから、うん、まあ、いろんな意味でおすすめしたくて、なるほど、この曲を選びました。いろいろあるねんけど、まあ、サウンドはまあ割とモダンサウンドかな、そうですね、すごく聞きやすい、今時の私の世代でもすごい聞きやすいと思いますよ、うん、なんかメタル別にそんなにこう興味がないとかあんまり好きじゃないっていう世代って私の世代の人いっぱいおるかもしれんけど、すっごく聞きやすいんじゃないかなとは思って聞いてました、うん、確かに確かに、うんうんうん、はい、ということで今回はベビーメタルのモノクロームオフィシャルリリックビデオを見させていただきました、はい、もし一緒に楽しんでくださった方はぜひチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。私はこう考察しましたというコメントもぜひぜひ待っております。お待ちしてます。面白いよねそういう話はね、見てみたいです、はい、うん、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。 See you soon。 See you soon。 何